はい、どうもプロボーラーのイソピーです。はい、ちょっと前にね、投げると転がすのね違いをね、動画にするよっていう話をしてたんですけども、まあ、実際ねちょっと投げていきなりこうだよっていう話をするとちょっとね初心者の方とかね分かりづらいかなと思ったんで、今日先にまあちょっとね、座学といいますか、実際ちょっとねそういうお話をしながらまた今度、まあ、実際投げてるところをね、見てもらってこんな感じだよっていうお話をねしようかなと思います。なので今日なんかは特にそうだと思うんですけど、内容的にはまあ初心者から中級者ぐらいの感じの人に向けてのお話になると思います。まあ、もちろんねそんなん知ってるわっていう方も大勢おられるかもしれないですけども、まあ、次のね動画に向けてというよりも、まあ、すごい基本的だけど大事なことなんで、まあ、そういうところの復習も兼ねて、今日はね説明していこうかなと思います。はい、まず転がすと投げる何が違うか、まあイメージね、これ人によってまあ様々だと思うんですけど、転がすっていうのはこのねボールをこう転がし出すイメージで、投げるって言ったらつまんでこのパッと放ってしまうイメージなんですよね。だからボーリングの中でいう転がす投げるの違いっていう、まあ、僕のイメージですけど、まあながち間違ってはないと思うんですけど、このしっかり親指が抜けてから指でこう押し出すような、これは転がすリリースで、つまんでもう3本抜けみたいなイメージで同時にこのパッと、ね、投げるような、だからよくねローダウンとかしてる人がスペアとかね天品とか取るときにスペアボール使わずに、まあ、スペアボールでやる方もおられますけど、まあ、スペアの時に曲げないように投げる時にこのままねパッて3本抜けみたいな感じで投げる、ああいうのを投げるっていうイメージです。はい、で、ボーリング漢字2文字で書いたら、何て書くか知ってますか？はい、これ意外とね知らない人多いんですよね。この転がる球転球って書いて、これボーリングです。はい、例えばバスケットボールだったらねカゴって書きますよね。はい、だそういうね、だから投げるボールを投げるんじゃなくてボールを転がすという競技だという認識で僕はいいかなと思ってます。はい、で、まあ、なぜまあそこでね、まあ、転がす投げる違いこれが大事かっていうと、まあ、これもう説明聞いてもらったらね、この分からない人でもすぐ分かると思うんですけど、この投げる時ってこのボールがね手から離れるわけですけども、こうボールがちょっとうまくった方がいいかな、この離れる時にこのままカップリストとかよく言いますけど、このカップリストしたままこう投げることってないですよね。この離れる時って絶対こう親指が抜けて先に抜けてからこの中指薬指がこう抜けるわけですけど、そうです、このね離れる時ってこのボールより上、ボールの上に手が来る、こんなイメージですよね。でこう投げるんですけども、はい、だからそのカップリストがなぜ大事かっていう、まあ別にねグワッてカップリストする必要はないっていう話はね何回もしてるんですけども、例えばこの上でリリースが完結するのに、こうボールの横とかに下とかに手があると、これがこのボールの、ね、表面を撫でる時間が長くなりますよね。例えばこれでサムレスとかだったら、この下からこのボールをこれだけ、ね、する回転を与える余裕があるんで、だからサムレスだと回転もつきやすいっていうねいうことなんですけども、まあでも結構サムレスとかにしてもこのすぐこう引っ掛け上げちゃう方多いんですけど、まあ、そんなんするよりもねしっかり転がし出すっていうイメージを持ってもらったら回転も出やすいですし、その分スピードをね殺す、まあ、阻害することなく出しやすくなるんで、まあ、そういう人にもね今日の話をちょっと見とってほしいんですけども、でまあその、ね、ボールの表面を撫でる時間が長くなるから、まあ、そのカップリストとか大事だって言うんですけど、でまあなぜメカテクとかね、ああいうのがもういいかっていうのも、まあ、それと一緒ですよ。メカテクだとこのまっすぐなると、まあ、ある程度この横ぐらいまでは、ね、手が、ね、しっかりとつくわけなんで、でこのあと自然に手首がね固定されるとこのまま親指が自然に抜けていくんで、このあとねこのボールを押す時間っていうのができる、
ね、だから回転がかかりやすいなんですけども、例えば投げちゃう人、女性の方とかでも多いですね。男性の方でもね、腕っぷし強い方とか結構あるんですけど、投げる時に手首がこう折れてしまって3本抜けみたいな感じね、この折れてこういうスイングにリリースの時になってる人、ここで例えば親指がこう抜け始めて、親指が抜けた時にはもうね、このボール離れる位置に来ちゃってるんで、だから結局指で押すことなく、だからちょっとね、ちょっとこう指が抜けてちょっとは回転あるんで、回転の向きはねつくんですけど、やっぱり回転数としてはつかない。だからこのそのためにこのボールのね横とかに手を持ってきたりとかするんですけどね。だから突き出すなんかだったらね、まあほんまにこんなんでね、ハエが止まりそうな回転してますけども、でもそれでもやっぱりこのリリースの時にね、これリリースの時にこの手をね回してあげる、これね、今度のツキタスにね、アップでスローでね、ちょっと撮って説明してもらおうかなと思ってるんですけど、まあ、初心者の方にすごい大事なんで、この結構リリースの時、結構この早めの時に手がこう回っちゃって、投げる時にはこのね、この横向いたまま、これね、リスタイしてる人でもそうです。早めにこう横向いちゃって、結局それで持ちすぎて3本抜けみたいな感じになってる方これ多いんで、だから突き出すこれすごい上手いんですけど、このしっかりとこの前に持ってきてリリースしながらこの回すっていう、だから実際そんなに指で押すような回転はつかなくても、しっかりとボールのね回転軸ローテーションを作って、しっかりとボールをね曲げてピンを飛ばせるっていうね、そこはね多分僕より突き出すの方が上手いんで、まあ、そこはね今度やってみてもらおうかなと思ってます。はい、でちょっと話戻りますけども、このね、ボールをリリースする、ね、この離れる瞬間までにこのボールの表面を撫でてあげる、まあ、撫でるっていうイメージね、持ってる人と持ってない人いますけども、まあ、実際はそうなんでね、本当に短い間でこのボールの表面をいかに撫でて回転をつけてあげるか、まあ、ギリギリまでこう持ってきて離れるまで、ここまでがね早ければ早いほどやっぱり回転というのはつきやすいんですね。はい、でそこでそのさっき言ってたサムですね、この親指のない方だったら下まで入れるんですけど、実際にこの親指でこの持ちすぎるとどうしてもその回転というのはつきにくくなるんで、この親指っていうのはコントロールをねつける意味ではすごい大事なんですけど、それで握りすぎることによって回転を殺すっていうのもこの指なんで、ね、まあ、回転殺すの実際ね全部の指ね回転殺しますけど、まあ、親指っていうところがね一番そこは大きいと思うんで、で本当に大事です、はい、で結局何が言いたいかといえば、しっかりとリリースするところに持ってくるまでにの動きが大事なんですよね。だからそれで結局そのままこう手首が折れたまま持ってきたり、早めにもうターンしちゃってこう持ってきたりでしてる人が大体そのボールを転がさずに投げちゃってる人っていうイメージですかね。実際そこはね、自分のフォーム動画撮られたことない方っていうのもね意外とおられるとは思うんですけど、本当にねそこを自分のリリースをね撮ってみるとすごい分かりやすいんで、どうしたらいいんだって、どうしたらいいんだってよく言われます。こんなカップリストとかしなくていいです。この完全に折れた状態からちょろっと、まだ折れてでもいいです。これだけ、ここじゃなくてここになるだけで十分回転つきます。ただそのさっきも言ったみたいに、この早くから力を入れすぎたりすると、いくらこう来てもこの重さに負けて手首負けちゃいます。でその早めからターンし曲げようとしてターンしちゃうと、この手首折れた状態でこの3本抜けになるんで、だから最初はこれ、今度ねこの実際動画で撮って投げる時にもやりますけど、まあ、これ僕いつも言ってますけど、最初はもうちょこちょこって歩くとか、もう一歩助走とかゼロ歩助走でもいいです。最初はこの軽くこの状態からちょっと転がす、こう転がすね、それをやってみてください。はい、で例えばそれでこれ実際いるんですけど、このちょこっと一歩だけでね投げるときにこう転がしてっていう話、これすごい簡単です。簡単なんですけどできない人いますってなっても、結局こう持ってきてポッってねなっちゃう人います。だから本当にそういう方っていうのは、このボールが上指から先に抜けて
このね、中指薬指で転がす押し出すっていう感覚は多分ないと思うんですよ。まあ別にそれはボウリングの才能でも何でもないんで、あのできなくても一回できるようになったら、あ、なるほどなと思ってすぐできるようにもなるんで、実際試してみてください。ただあの結構ね、あのファールラインの際でブラブラするんで、あの横のボックスの人邪魔になったりするんで、横の方にね、気をつけてもらって、ね、それだけは気をつけてほしいと思います。はい、だから最初はこのちょっと歩いたり、ね、ファールラインの近くで軽くスイングして親指から先に抜けてこの指で押し出す感じ、ね、っていう感覚をまず身につけてもらう。それが一番早いというか簡単です。ただその時にあの、まあ、女性の方も多いですけど、こう軽く来た時に投げる時にその転がすって言ってこの指で引っ掛けようとして軽くしてるのに離す時にビューって振っちゃう方ダメですよ。軽く転がす、ね、まあ、実際これあの投げてる動画見てもらった方が分かりやすいと思うんですけど、なかなかねちょっとレーンが空いてるタイミングがなくてね動画撮れないんですけど、まあ近いうちには撮ろうと思ってます。はい、で本当にもうこの話だけなんですけど、実際この横から上ね行くあの PBA のねあの方とか見てるとね思うんですけど、このリリースがねもう素早すぎて見えないんですけど、意外とこのギリギリまで持ってから本当にこの手を返してる、この親指が抜け始めてから抜け終わるまでのスピードが速い。それがね本当に大事なんで、でもまあ結構ね、まあ、そのいろんな人の話は聞いたりするんですけど、まあ、それを結構ねその PBA プレイヤーの方もあの人によってね考え方が違ったりするんで、だからね絶対にこれが正しいっていうことはないと思うんですけど、まあ、総じて言えるのは皆さんそのリリースの時に本当にこの、あの抜け始めてから抜け終わるまでが早い、まあ、それがあの共通かなと僕は思ってます。でそのなぜその親指は早く抜くなって自分で抜くんじゃない、勝手に抜けるっていうんですよね。だからそのためにあのでも早くか自然に抜けようとしたら早くから抜けて指で引っ掛けちゃうじゃないっていうね質問をされた方がいるんですけど、それはそういう風なドリルにしてるからだ、だから自然なあのドリルをするためにその自分の、ね、手に合ったような、ね、それは多分あのアメリカ人と、まあ、他のか体の大きい方と、まあ、標準的な日本人の方だったら変わると思うんで、僕たちのドリルは参考にしないでくれっていうね、いう話をされたことがあります。はい、まあ、確かにそうだなと思いますよね。実際そのアメリカの方がやってることを真似るのももちろんいいんですけど、もともと体筋力全部がね違うわけなんで、だからあの丸々全部を真似しようと思わない、まあ、そこも大事かなと思います。ただやっぱり参考にするのも大事なんでね。はい、ということで本当に今日はその話です。このリリースの時に手首をねこう離れる位置なわけですよ。だからそれまでにこのいかにその回転を与えるタイミングを取るか、ね、そこの時間を作るかっていうのがリス体でありカップリストであるっていう話ですね。まあ、でもカップリストなんかあの自分でそのために作ろうってなっても結局力でグーってなっちゃうと結局そのまま引き上げちゃったりするんでね、しっかりとその前に押し出しながらその前への推進力っていうのを殺さない、これは本当に大事なんで、だから結局その指引っ掛けていいことないよっていうのも指でこう、ね、僕が言ってるあのダメっていうのはこっからこの指に乗り始めてそのままこう引き上げるっていうのが良くないって言ってます。実際この指には乗ります、僕らだってあのみんな乗ります、ね、乗らないと回転はかけづらいんで、実際この離れていくときにしっかりとこの指で拾う前へ押し出すようなリリースがあのスピードをこの殺さない、ね、このボールの進行の、ね、前へ転がってるのに対して転がってるのにここで、ね、上にこう引き上げたらそりゃ、ね、スピード落ちますよねっていう話です。だから結局そのいかにそのスイングのスピードをボールに転化させるかっていうところで話はね考えていかないといけないんで、だからそういうためにねあの実際あの投げた動画を撮りますんで、まあ、実際その転がす時でね、でまあ、実際まあ投げてて、まあ、見てもらって分かるかなと僕は思ってるんですけども、まあ、実際この手首を折ってつまんであのポーンって掘ったら実際阻害してるもの何もないんでスピードすごい出やすいです。はい、でそういうところもね踏まえて見てもらったらいいかなというような動画を、まあ、いずれ撮ろうと思ってるんで、とりあえずね今日はそのつまむのとしっかり、ね、あの投げると転がすの違いというところをねあの分かってもらえたらなと思って、ね、今日はこんなお話です。
実際その本当にね大事なところはその、まあ、投げてるところで見てもらいながら説明できたらなと思ってますので、気になる方はねぜひ、そちらまたね近いうちに上げたいと思ってるので、ぜひご覧いただけたらと思っております。はい、実際まだちょっとね動画上げるのいつぐらいにはなるか分かんないんですけど、まあ、実際ちょっとねその僕はその投げる転がすイメージっていうのはすごい取れるんですけど、意外と説明してもね、よくわからんって言われる方もちょっとおられたんで、だからその話に関して、まあ、ちょっと聞いてみたいなとか、こういうところがわからんということあったら、まあ、コメントもらうなり、まあ、DM とか送ってもらうなり、していただいたらねその撮影の時の、ね、参考にさせていただきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、という感じでね、今日はちょっとねそういうイメージのねお話をさせていただきました。はい、またね、次の動画お楽しみに、しておいてください。じゃあね今日はこれで終わりたいと思います。Facebook や Twitter のね、フォローの方もよろしくお願いいたします。チャンネル気になる方はねぜひチャンネル登録もしておいてください。それでは。